違和感漢字探し。誤字を2箇所探す漢字問題が全部で7問です。では、始めましょう。第1問。誤字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右部分は文ではなく僕作りです。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分の斜め棒はつながりません。第2問。誤字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分は日ではなくよの方です。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分の斜め棒は鴎外の下に潜り込みます。第3問。誤字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上部分の横棒がいりません。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分の点は縦棒です。第4問。誤字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。草冠がいりません。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分は基地ではなくフルです。第5問。誤字を2つ探してください。
正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左下部分は天ではなく夫です。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分は斜め棒ではなく横棒です。第6問、五字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分に斜め棒がいります。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右部分の中は口ではなく日です。第7問、五字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分は縦棒ではなく斜め棒です。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上の網頭の幅は下の目の幅より広いです。